ありがとうこんにちは。是非ひこです。それでは今回なんですけども、Amazon Pay、ついに新機能としてマップが追加、そして Amazon Pay のお得な使い方ということで、今回はあの Amazon Pay に新たな機能が追加されたことを、そして Amazon Pay のちょっとしたお得な使い方の大きく2つに分けてお伝えしていこうと思います。ちなみに Amazon Pay とはあのネットショッピングで有名な Amazon が提供する Pay サービスのことですね。 それでは早速まず一つ目なんですけども、この新機能についてはお題にもあった通り、このマップ機能なんですけども、まあ現在こちらの日本地図全体で表示しているんですが、まあ思ったより使える場所があって、個人的にはちょっと驚いてます。ああまあこんなにあったんだなと思って。ちなみにこのマップ自体は Amazon Pay のアプリから見れるわけではなくて、この決済用端末を提供している日本タブレットという会社のページから見ることができます。 ま、一応そのリンクは下の概要欄に貼っておきます。そして場所によってピックアップしたいと思うんですけども、こちら東京の方だとこんな感じです。渋谷や新宿付近はま、アマゾンペが使えるお店がちょくちょくあったりですとか、まあ、大阪だとこんな感じですね。こちらもぼちぼち対応してるお店はありますね。そして最後福岡県なんですけども、博多駅付近は全然ない印象なんですけども、まあ、天神あたりは結構使えるという感じですかね。まあ、新機能のマップの紹介は以上なんですけども、ここからは二つ目のアマゾンペを使ったらちょっとお得な になる方法なんですが、それがこちらですね。以前僕がお伝えした手見てというサービスを覚えてますでしょうか。こちら体験することで報酬がもらえることができるサービスですね。まあ例えば手見てで気になるお店を見つけて SNS に投稿すると、そして審査が通れば報酬がもらえるというモニターのようなサービスのことです。まあ、これが今回なんで Amazon Pay でお得かと言いますと見てほしいのはこちらです。例えば手見てのアプリを開いてこちら丸一番の宮崎県の民町炭 炭火焼き鳥めぐみ屋さんというお店を選択して、報酬としたら1000円がもらえるということなんですけども、右側のこの丸2番の画面を見てもらったらわかるように、お会計お支払い方法に AmazonPay にてお支払いくださいと記載があるので、ここで AmazonPay が活躍します。なので流れをまとめると、手見てで行きたいお店を選択して、支払いを AmazonPay で行って、お店の感想などを SNS に投稿すると、そして審査が通れば報酬がもらえるという、このような流れになります。 まあもちろん手見てのサービスの中にはプリンで支払いが条件であったりとかそうじゃない時あとはモニターなので先着順ということもあるんですけどもまぁ手見てを使う時はしっかりとルールを読んだ上で始めてみてくださいそんなこんなで今回は AmazonPay のマップ機能が追加されたということと AmazonPay のちょっとしたお得な使い方についてお伝えさせていただきました一応あの AmazonPay のマップのリンクと手見てに関する動画のリンクを下の概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました